どうも、2018年12月の12日、朝の11時です。よろしくお願いします。喫煙枠になってるような。はい、ワドツ。はい、ワドツ。寝てるんだけど体調悪いんだよ。目のクマ抜けないんだよね。そうそう。ワドツいらっしゃい、目のクマ抜けてないね。いろいろ大変なのよ。あと年目のクマひどいね。まあニコ生でいろいろあったからね。ゴロリさんにはだいぶ迷惑かけたからいや俺客観的に見てね、別にね、あのディスられてもしょうがないと思ってる。ゴロリさんにはディスられてもしょうがないと思ってる、ド M だよ、ありがとうありがとうありがとう。でもトークダメだね、喋り下手、久々本域で引き出し全部開けてみたけどダメだな。1時間しか持たないし、ネタ書いてないからダメだ。本当下手だよね。いや緊張するでしょうはい、まずつ、いや緊張するでしょう。結構プレッシャー半端なかったよ。あ、もちろん振りの段階で芸能人に匂わせてたからね、オープニングトークのところで。あ、まあ俺は本当にあの踊るさんじゃない、ゴロリさんには相談するべきだと思ってるよ。ちょっときついトークだったよね。さすがにそこの引き出し開けるんだっていう。俺もちょっとあれにはがっかりしたね。いや、あの本当は引退しますの流れ組んでたの。あの映画撮らないからの引退の流れ組んでたんだけど、ちょっとシフトチェンジしたんだよね。引退の流れちょっと無理あるなと思って、っていうのもコメントに先に書いてあったから、あ、これちょっと流れ変えようと思って、まあ引退からの流れでね、あの三松さんが来てもちょっと意味が、余計意味が分かんないっていうね。喫煙者よ、喫煙者。そうだった、前説ね。ワード2メガネかけてない今は。メガネかけたいんだけどね。目どんどん悪くなってるもんな。
いやいや、コメントない、さすがになさすぎるのは聞くよな。ないならないでいいんだけど、閲覧100でないのはきついよな。そうだね。体調悪いよ、ずっと。ん？昨日？いやいや、それだとダメだと思った。要は、サプライズでやりたかったの。リスナーさんを驚かせたかったのは、三股さんっていう流れを組みたかったから。どうぞ。いよいよ明日だね。ありがとうございます。頑張ります。ちょっと力つけないとね、腕が鈍ってるから、頑張らないとね。いや、芸能人が来ますの流れだと、がっかりする流れになるから、三股かよっていう流れは寒いと思ったの。やりづらくさせたくなかったから、三股さんじゃんの流れを組みたかったの。だから芸能界が来ますってなるとハードル上がるからさ。天敵だらけだね。 いやいや、置物になります、明日は。予算から誘われたよ。あ、リコニャン先生、閲覧50なんだ、今。プレゼント来てない。ありがとう、4号さん。ありがとう。来てない、来てない。誘ってないって言ってたの？誘ってない？誘われたけど、LINE 残ってるけど。いや、わかんない、いつ来るか。で、要は、もう来ないってことは嘘だったんでしょ？ 50 万のプレゼント。誘われたよ、俺。おっさんに。寄ってる、寄ってる。いや、卵美さんはもう無理。あいつ、やだ。いや、ただでさえ忙しいのに、なんだろう、なんか、やだ。購入履歴？いや、だから、いや、届かないから、キャンセルでしょ？キャンセルだと思うよ。ちょっとあいつはないね。あ、いや、俺、置物になるよ、挨拶だし。主役は俺じゃなくてよっさんだから。寄ってるんだ。どれ、橋本ミュウツーだもんね。すごいよね。どうにもしません。とんでもない。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとう。今月やばいけどね。寄り目にしないで話すのは無理。 髪染めたよ。黒くした、戻した。黒く戻したよ。橋本君はまあ3年ぶりぐらいかな。なんか喧嘩したらしいよね、人の家で。 KY だ。20万ぐらいかな。20万から25万ぐらいかな。わかんない、ランさん。ツイッターに書いてあったな。見てみるか。ツイッターに書いてあったな。ちょっと待って。よっさん、忘年会、メンバー。結構豪華なメンバーだったよ。よっさんのツイッターに書いてある。
でもね、違うんだよ。ちょっと今後大御所の人と会うことが多くなってきて、黒髪にしないと、そう、失礼に当たるなっていう判断をしてんの。いいよ、40代でまた赤くするよ。今ちょっと本当に大御所の人と会うことが打ち合わせとかで多いから、赤髪とかだと印象悪いのよ。だからそれでね、ちょっと黒く戻してんの。飯作る。飯作る。いや、どうなんだろうね。NG 多いのかな。和道 T シャツあるよ。あるある。あるあるある。そうそう、年相応のね、色。トゲトゲはつけていくよ。 いや、それも三松さんにいじられたんだよ、打ち合わせの時に。和道君、左手何なの？ものすごいダサいよ。 そういうところあるよ、和道君。打ち合わせすごいディスられて、何なのその左手、数珠とかないよ。 予算月100万あるよ、余裕であるよ。左手の、こういうのいじられた、こういうの。 まあ黒はね、多く見えるよね。いや、いじられた、いじられた。その左手何なの、和道君、すごくダサいよ。そういうところあるよねって言われて、首のイーグル外してたんだよね。 もうそういうのはやらないよ、いかないよ。 つけてく。 手錠。これね、もうザラザラで。うせえよ。そうそう、中二病だよ。TS はない。俺は TS 残さない。TS は全部 YouTube に上げてる。ヒゲはあった方がいいって言われてる。あ、酒飲むよ。酒飲むよ。のんちゃん行かない、行かない。のんちゃん配信者じゃないもん。提携ありがとう。予算は人気だよ、すごい。予算はすごいでしょ。あ、俺ね、アスベだから後天的に覚えた笑顔なんだよ。本当に笑ってる時は人をバカにしてクックックックって笑ってる時。ありがとう。ケッ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 って笑ってる時は本当の笑顔。それ以外は全部作り笑顔で。処世術だから、俺の。まあまあ、合う合わないだよ。合う合わないだよ。 お前が引けよ。 俺6年目。イケメンじゃないよ。上から、あ、アイラみたいな。いいよ、上からにする。そう、寝起きだから髪ボッサボッサだけどいいの。ちょっと待って、今変えるよ。セックスいつだろうね、一昨日かな。佐野は死んだよ。閲覧3ヶ月初めて2週間後にはもう閲覧30あったかな。閲覧は最初やっぱ0個目だったよ。
2枠目からコメント来るようになったね。億万長者もういいよ、諦めたよ。さすがにネタでも言えなくなってきたよ。食うのに必死だよ食うのに必死だよ本当に。日当2000円とかだからね。いい距離になったおはよう。将来の夢は好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやる。やりたいことをやるだけです。のんちゃん寝てるよ今。のんちゃんね、アンチコメント嫌になっちゃって配信出たくないんだよ。シャンポイントメガネ、これこれかな。赤いバッグ今向こうにある。色ないやつの方がいい。これかな。貯金はなんか4万円ぐらい、500円貯金がある、小銭貯金が。メガネいらない、三松さん知名度どれくらいなの。どれくらい。いや、子供の頃からテレビで見てたけどな俺。ブラック好きっすね。銀行にはないっすね。コンタクトしてない。ないっす。大阪いつ行こうか。行きたいね大阪ね。大阪はもう何年行ってないかな。大阪行こうか今度。三又又蔵、そう昨日ゲストに出ていただいて、三又さん壁借りて返さないっていうね。あ、松本さんの下りか。そうそう、その日その日やりたいことをコツコツと。はい、顔面センター、そう顔面センター、顔寄ってるんだよ。パーツが顔がね真ん中に近いから。ありがとう13号さん、うん、いつも顔面センター。ありがとう。貯金はもうこんな生き方してるから。昼ご飯パン買ってきたよ。パンが、そうだね、滑らない話でよくネタにねされるよね。そうそう、もう返してるもう返してるね。そう、三松さんがバーやってたのが、そう松本さんの1000万の下りね。彼女いますね、33歳です。彼女いますね。のんちゃん飯調子いい時は作ってくれるし美味しいよ。タバコ臭いねこの部屋は。おやすみ、おやすみ。同棲ではないね。
ありがとうございます、54号さん。パイパン。肌綺麗じゃない、ライトつけてるからだよ。寄ったらすごいよ、ほら肌綺麗じゃない。それは配信だからだよ、カメラのせいの。ほら荒いでしょ、肌年だよ、ほら荒いでしょ。引いてみてライト当ててるからだよ。うん、33だよ、おっさんだもん、荒いよ。男優ライト、男優ライト。うん、うん、ドルさんに挨拶するよ。シワはないかな、あんまり。シミもないね。俺は発達障害。うん、トランプは秘密。吹き出物あるよ、ここにニキビの潰した跡あるよ、ここに。うん、うん、ネットワークビジネスやってるとね。発達障害っていうのはアスペ。宮本さん来たよ、今編集してる。配信するまでホームレス、ホームレス。今編集中、ほら、あとでアップロードするから、これ見逃した人は。三松さんでしょ、ほら三松さんトークしたから。宮田さん来たよ。YouTube に上げるから。提携ありがとう。タレント、あ、違う、事務所通してる。これあのダンカンさんと話してる。あのだから三松さんのマネージャーさんとも話してるよ。事務所通してるよ。ダンカンさん専務だから今。障害者年金もらってないっす。副業じゃないよこれ。本業。要はオフィス北野経由の案件だから。三松さんは厳密に言うと竹志軍団ではない。オフィス北野の所属なの。年末、いや実家とは縁切れてるね。ある程度あるでしょう、一流のタレントだったんだから。たけし軍団ではないんだよな、そこ難しいんだよね。たけし軍団っていう、だってあれでしょう、元気が出るテレビとか出てた人たちでしょう。うん、配信業じゃないから俺は。うん、ああ。うん、大変っていうか配信業じゃないな俺は。クリスマスケーキは食べない、うん、俺がオフィス来たのに。フリーランスがいいんだよ、うん、いやいや、その前から仲悪い、片親だったし。芸能事務所はまあ契約次第じゃないの、うん、俺クリスチャンじゃないよ、無宗教。うん、だからタカさんとか東国原さんとか、つまみ枝豆さんとか義太夫さんとか、あの辺が本ちゃんの。だから博士も軍、博士は軍団か、ギリギリ博士ラインじゃないの。北郷さんも軍団か、線引きが難しいんだよね。まあ、たけし軍団でも合ってるんだけど、合ってるっちゃ合ってるけど、俗に言うそのたけし軍団っていうのは、その元気が出るテレビとかに出て、レギュラーで出てた人たちのことを言うんじゃないのかな。
顔出して全然抵抗ないかな。わかんない。ふん転がし自体わかんない。弾丸塾で1位になるとオフィス来たのに入るのかな。阿蘇山大噴火知らない、うん、あ、そうだね、らっきょうさんとか鍋やかんさんだね。そうだね、そうだね、うん、和道軍団解放だよ。主語がないと相手の言葉が理解できない。あと空気が読めない、うん、え、あ、北郷さん、北郷さん、いや、めちゃめちゃ喋れるよ。たけしさんとは今度会うね、うん、あ、ミュウツーアスペだろうな、うん、苦手だね、大人数が苦手、うん、芸人目指してないんすよ、うん、いや、俺は芸能人にならないけど、芸人目指してないんすよ。アスペですね、うん、今度ね、来年ね、うん、リスナーさんですね、オフ会で。アスペは別に虚言癖ないけどね、虚言癖は虚言癖で別の病気だから、うん、俳優やってみたいですね、うん、佐里さんわかんないね。3人までだな、3人までは居心地いい。2人で会うのは好きなんだけど、話し込むの好きなんだ。3人も OK で、4人になるともうダメ。なんか嫌なんだよね。いや、緊張したね、緊張した、緊張したよ。昔はよくオフ会やってたな。最近やらないけど、昔はよくオフ会ばっかりやってたよ。これマイクで合ってる？これマイクで合ってる？あ、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 光くんコミュ力高い。これマイクか。いや、行きづらくはないけど、合ってる。これマイクか、うん、ありがとう。あ、うっさかった、ごめん、すまんすまん。飲み会とかあんま苦手かな、金梅さん大好きだよ俺、金梅さん大好き。人混み大苦手、苦手。もう経営陣変わったからね。いや、配信者スイッチ切ってるだけ、素でやってる。鮫島さん大好きだよ俺、鮫島さん好きだね、うん、穏やか。ああ、すごいね、軍曹乗ってるよね。タカさんね、役者向きだよね。スイッチ全然切ってるね完全にオフオフです。はい。
鮫島さん路線変わったね。うん、まあ持ってるんでしょう、話題性があるっていうか、やっぱり閲覧集まるってことはなんか持ってるんでしょう。うん、うん、なんかさ、もともと構成作家とかね、物書きだからね、オフの方が人気出る。明らかだよね、あれは。うん。ああ、よく言われる。面白かった、ありがとうございます。嬉しいです。めちゃ色いよ、めちゃめちゃ茶色いよ、そうそう、そう、あの目抹茶色、うん、母親もっと茶色い、うん、ひろゆきにそっくり、すいませんって。え、写像ってなんすか橋本環奈だよ、うん、いや荒野生きてたらよかったのにと思ったのはあれで思ったな、あのなんだっけ、少年ナイフで思った、うんうん、少年ナイフ荒野共演したら泣いたろうなって。そう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 、ニコ生の超大手だから、うん、そう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 、いや色素薄いんだよほら、いやだってカート・コベイン好きなんだから。のんちゃんリスナーだよもともと、うん、ありがとう。のんちゃんだってネット歴もう8年とかのベテランリスナーだよ、長いよ。笑そうとしてねえよ。おでこ刈り上げてねえよ。お前もハゲるんだぞ。のんちゃん結婚歴はないよ。うん。じいちょこさん NG ワードです。うん、全然違うでしょ。治ってねえよ。あ、でもね、体調悪くなると疲れてくると目が寄ってくるよ。そう。わかんない。俺がまだね、こんな生活だから。まだ一人前になれてないからね。アイテムゼロきついね。うん。うん。まつげ 上のまつげすごい長いって言われるけど、うん、そう一重だからねあれ だけど、まつげすごい長いって言うんだよ、ね、うん、こんにちは。あー、アイテムありがとう。
アイテムありがとう。アイテムありがとうね。サンキュー。アイテムありがとう。お、うわ、最悪。データ落ちた。あー、最悪。うわ、動画編集落ちた。あー、もう最悪。マジかよ。動画編集できねえ。あー、もう最悪。動画落ちた。うわ、最悪。やり直し。うーわ、マジかよ。はあ、パソコン落ちた。うーわー、無理だ。どうしよう。どうする、これ動画。違う違う、パソコンのスペック的に無理なんだよ。うわ、違う違う違う、もうスペック的にやっぱ3時間の動画とか編集できないの。いや、もう3回目なの、無理。いや、元データは残ってんだけど。あー、どうすっかな。そのままアップロードしようかな。どうすっか。うわー、マジか。そのままアップすっかな。いや、三又さんを面白くないっていうやつはよっぽど面白いやつなんだろうね。じゃあ短く切ったらダメなの。どうしよう。そのままのアップロードでいい？オープニングの前説ありの動画でいい？編集なしの動画。編集なし。編集なしでも OK ですか？いや、ネカフェのパソコンよりスペックいいよ。どうしよう、これノー編集でいい？早送りするしかないんだよね。まあいいや、そのままアップロードするか。早送りだね。とりあえずそのままアップロードするか。ノー編集でいくわ。素材そのまま上げる。うわ、悔しいな。最悪だよ。いや、頑張ってるじゃん。あー、潰れたか。落ちた。あー、パソコン買わねえとな。チェックするか。編集なしでもいいか。オフィス来たのすか。そうだよ。ケオって呼ばれてる人がいるんです。これフォローバックするの大変ですよ、全員。そうですね、そうですね。僕でも何個出た今日花火。花火13発です。13発だろ、はい、俺でも思うんですけど。大丈夫か。いやいや、パソコン自体新しいのは新しいんだけど、ノートパソコンなんだよ。取り勝ってるよ。編集なしでいくわ。ちょっとアップロードするわ動画。デスクトップ、デスクトップ。あー、ちょっとショックだな、編集できないの。大掃除はもう終わったよ。じゃあ三松さんが来るから掃除してたんだよ。え？100発ぐらい？おまあ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 。
今月7万いってないな、6万、ちょっと待って、今見てみるね。今月は6万だね、今。やば、12、1日5000円ペースか。6万えぐいな。食えねえ、家賃払え、まあ家賃、あきつい。6万食いっぱぐれるな、そろそろ。そろそろやばいなそろそろやばいな、本当だよね。そうだよ、1年かかったからね。いや、じゃあ見なきゃいいじゃん。じゃあ今日の夕方の6時に生放送、三松さんのやつ流すか。夕方の6時で OK？ ああ、1時間半、夕方の6時に公開しようか。夕方の6時にしようか。5時ぐらいにしとく？夕方の5時にしようか。夕方の5時、5時半、5時半にすっか。夕方の5時半に設定します。そう、ありがとう。うん。うん。うん、プレミア、生放送で再放送する。整形なんかしないよ。天然だよ、天然。天然だよ。整形なんかしないよ。普通に動画としてアップロードするよ。シルバーできてないですね、忙しくて。え、何時がいいの？じゃあ何時がいいの？何時でも設定できるよ。
何時とかいいの？何時もいいよ別に。撮ってる撮ってる、もちろんパートナーだもん。俺の状況分かってるから。18時半でいい？あ、17時半でいい？で、前説が1時間半あるから夜の7時に三松さん登場か。ちょうどだから19時ぐらいに三松さんが出るかな。はい、こんにちは。どうも。まあまあそんなもんだね、 YouTube だと。俺が YouTube2000 人しかチャンネル登録ないから。 YouTube ライブだね。 YouTube ライブっていうかプレミア公開ってやつだね。見なきゃいいじゃん。見たい人が見るんだよ。見逃した人もいるんだから。はい。もちろんもちろんギャラ発生するでしょ。プロなんだから。そう、再放送のライブっていうかプレミア公開っていう機能だね。要はコメントが書けるって機能、動画に。別に俺自分のこと過大評価してないよ。何にも喋ってないじゃん。座談会？おう。お、延長します。ああ。なるほどね。全然したい人でいい。オーナメントありがとう。 YouTube のステアカー作ればいいんだよ。 Google でステアカー作ればいいの。アカウント名表示されるよ、 Google は。だからステアカー作ってる人多いよ。
三松さんどうして遊びに来る流れになったの？あ、ふわっちっていうのをやってみたいっていう、なんかアメリカに行きたいらしくて、三松さんがで金稼ぎたいって言ってて、そうでネットでまあ金稼げるっていうのを、まあ、ダンカンさんとか北郷さんから聞いてるわけじゃん。延長代ありがとう、延長代ありがとう。そうそう、それでまあネット向いてますよねっていう話になったら、三松さんがへえみたいな、え、俺人気出ないだろうって言って、いや出るんじゃないですかって言って、うん、そんな流れかな。そうそう、あのなんだっけ、ちょ待って、マーク・マクマレンだっけ、俺プロレス詳しくないから全然わかんない。おお、花火ありがとう、今日一発目ありがとう。なんだっけな、シェイン・マクマホンって知ってる？この中にいる人、なんかシェイン・マクマホンっていう人に会いたいんだって、うん、初めまして、シェイン・マクマホン、メタルラックあるよ、うん、そう、シェイン・マクマホンに会いたいんだって、そう、うん、そうそうそう、なんかあの三松さん今プロレス団体のゼネラルマネージャーやってんの。そうで、そのなんつうの、WWE の最高のトップのゼネラルマネージャーがその人なんだって。うん、面白くないじゃんクラウドファンディングだと。だからそれもやっぱりなんか記録に残したいんでしょ。会ってくれないんじゃなくて、やっぱりアメリカに行ってチャンスをつかみたいって言ってんの本人が。36号すごい、はいはい、ブロックします。え、これニンニでしょ、ブロックしないよ、定型係だよ。ありがとう、うんうん、三松さんのスケジュール次第かな。アカウントまだできてないよ。どう関わるの？あ、だからパソコンのセッティングから配信とか全部三松さんの家に行って全部セッティングしたりとか、そんな感じ。スタッフ、あと三松さんが暴走したらダンカンさんにチクるってダンカンさんに陰口を言うっていう、三松さんちょっとこんなことやってますって、たけしさんと、はい、今度、トイレ行こう。ギャラは言わないよ。
キツネ106号さん36号聞いてる？キツネ108号さん、定期係がダメ出しされてるの初めて見たわ。78号さん、ニンニ、知らねえけど、はよ定期の連投しろよ、わら。キツネ96号さん、ワドツ。キツネ71号さん、もはや36号嵐、目的だろ。キツネ106号さん、定期係ニンニって言うやつなの？キツネ55号さん、確かに定期多いなと思ってたわら。キツネ107号さん、映画の制作止めて返金はどうすんだよ、やらねえのか。キツネ75号さん、無能が定期するからだろ、普通できるやつが定期やるものだろ。キツネ101号さん、確かに連投すればよいってもんじゃないね、36号少し反省必要かも。キツネ5号さん、あの赤い棒なんだろ。キツネ36号さん、あ、ドラムのスティックだね。見てください。ドラムのスティック。キツネ78号さん、36号消えました。キツネ106号さん、しつこいは36号。キツネ96号さん、36は、ニンニではありません。キツネ89号さん、打たれ弱い気弱な定期。キツネ5号さん、なるほど、あんなスティック長いんだね。キツネ106号さん、プロフィール細めのスティックだね。かなり細いスティック。キツネ36号さん、しつこいというのならアイテムをワド監督氏に支援してください。キツネ65号さん、36号に代わり、定期募集します。キツネ96号さん、定期やります。いや、定期はやりたい人がやるもんだよ。1人って決まってないよ。3人ぐらいいるよ、普通。定期は普通、気利かせて誰かが持ち回りでやるんだよ。キツネ78号さん、アホな定期もなくし、なわらわらわら。キツネ106号さん、しつこいとアイテム難の関係あるんだよ。キツネ101号さん、はい、36号首。キツネ89号さん、36号のくせに、どうして偉そうなの？キツネ71号さん、36号が投げろや。キツネ9号さん、定期120人募集。あ、ドラムマニアはスティック短いね。キツネ5号さん、ゲームセンターで遊んだドラムマニアのスティック短かったから。短い。キツネ69号さん、36号がバカすぎ。アイテムありがとう、炎上台にします。ありがとう。36号ブロック。キツネ36号さん、炎上台に、ありがとう。キツネ9号さん、定期36号の人気に嫉妬。キツネ42号さん、勘違いした極論。キツネ36号さん、定期は引き続きやるのでお願いします。キツネ89号さん、もっと投げろや、役立たずの36号。キツネ106号さん、しつこいとアイテム難の関係あるか答えろ、36号。キツネ78号さん、しつこいからって何でアイテムになるんだよ、アホーな、36号わらわらわら。キツネ71号さん、定期17時30分からプレミア公開で三つ又との動画アップロードします。キツネ69号さん、36号日本語わかる？キツネ109号さん、定期を打つことに生きがいを感じてんじゃねえよ、ピーピーえー。キツネ9号さん、三つまた。キツネ106号さん、答えろ、36。キツネ36号さん、通常枠で定期お願いします。キツネ75号さん、だから無能って言われんだよ、36、黙れよ。キツネ65号さん、36号は管理職に昇進です。キツネ106号さん、36号はよ。キツネ78号さん、キツネから逃げたい、36号わらわらわら。キツネ108号さん、ワドウの囲いってやばいのばっか、かよわら。
キツネ89号さん、大多数からクレーム来るってことは、つまりそういうことな、反省しろ36。キツネ2号さん、荒れてるな。キツネ106号さん、36号謝れ。キツネ109号さん、私は囲いよ、バイ36号。キツネ110号さん、トム池と組むメリット W。キツネ9号さん、36号にボーナス。キツネ36号さん、ファンでやってるし、支援もファンでやってるので。キツネ71号さん、定期36号が定期で荒らして叩かれてます。キツネ101号さん、荒れるから36号ブロックした方がいいよ。キツネ5号さん、タバコ吸ってる人は普通より多めにビタミン C 取った方がいいって言うよね。キツネ55号さん、定期の間隔少し空けますねって言っておけ。大人になれ36号さん。キツネ111号さん、三つまたまたさんって若い子は知らないだろうのは。キツネ89号さん36、謝罪しろ。キツネ112号さん、和道さんってやっぱシュッとしたいい顔してるよね。キツネ106号さん36号バカだろ。キツネ55号さん、定期、ボス、オラワド、詐欺で迷惑かけたおばあちゃんを探す旅に出てる。応援してくれよな。キツネ71号さん、もう赤髪にはしないの？キツネ36号さん、まあ、気分だね。たまに回れるのもよし。気分。キツネ111号さん、三つまたまたさんがふわっちで得る収益は個人のなの？キツネ112号さん、黒髪にして普通にかっこよくなった。キツネ78号さん、老害な36号もっと考えなわらわらわら。キツネ9号さん36号、お前が仕切るな。キツネ108号さん36号、そろそろ定期していいぞ。キツネ71号さん、黒の方がいい、清潔感あるね。キツネ106号さん、アイテムありがとう。36号、アイテムありがとう。89号さん36、ここはおめえの枠かよ W。キツネ103号さん、ハートをプレゼントしました。キツネ113号さん、どんだけ36に粘着してんだゴミカスども。キツネ103号さん、116,18個目オーナメント玉を2個プレゼントしました。キツネ2号さん36号変わった人だね。キツネ69号さん36号アホ。キツネ5号さん、初号機のフィギュアあるね。0号機が一番好きです。初号機好きっすね僕。0号機渋いね。持ってきてくれた、すごいな。キツネ114号さん、ワドツ。キツネ78号さん36号は囲いにも見放されてます。キツネ115号さん36号って何でそんなに叩かれてるの？キツネ116号さん、ナイス。キツネ96号さん、定期、昭和60年5月21日生田生まれ、本名島津高光。幼少期から右向け右に疑問を抱いていた。大人になりアスペルガー症候群と ADHD と診断される。8年前に配信者として出てる。支援をお願いします。キツネ114号さん、髪黒にしたんですか？俺6、髪黒。キツネ9号さん、この枠はキツネ36号に乗っ取られました。キツネ65号さん36は永久欠番に決まりました。キツネ102号さん、弟子に閲覧負けてる。キツネ78号さん36号に対して枠主の和道もフォローしません。キツネ116号さん、定期情報間違えるってなんなん。キツネ36号さん、定期、キツネ枠の定期は誰でもしてもらって大丈夫です。アンチ、定期、するならやめてください。同じ、定期、コメント連続で何度も打つのもやめてください。ニンニのさ、定期の面白いところって、理解してコメント見て、定期、俺の定期、プラス、ちょいニンニの意見入れるじゃん。語尾に1行ぐらいニンニの意見入れるよね。あれがじわるんだよね。あれツボなんだよね。定期としての本来のところに定期っぽくニンニの意見入れるんだよね。それがね、ちょっとじわるんだよな、俺の中で。
キツネ9号さん36号は和道よりアスペ。ちょっと面白いよね。キツネ定期の意見を定期に入れる。メガホンありがとう。キツネ119号さんメガホンをプレゼントしました。うん、キツネ78号さん和道よりもやばいな36。キツネ109号さんそれなメンヘラ BBA はダメだわ。キツネ74号さん、昼食時間になったので肉うどんといなり寿司食べてます。キツネ101号さん36号和道にもディスられてるじゃんかわらわら。キツネ75号さん36よ、普通枠のお前の定期にうざいと感じる人がたくさんいたんだよ、気がつけよな。キツネ25号さん、卵もかまってあげて。キツネ120号さん、任に進行してきたな。キツネ121号さん、よう、ゴミ。キツネ96号さん36がディスられすぎてるのはなぜ。キツネ5号さん、定期にウッセンスが入ってるね。キツネ108号さん、麻婆豆腐定食いただいてます。キツネ71号さん36号は絶対新規リスナー。キツネ48号さん、解放に抜かれてる。キツネ26号さん、確かに定期多いですね。キツネ116号さん、巨大勢力の36号連合。キツネ25号さん、義母のいなり寿司でよいわ。キツネ122号さん、任にの定期うざい。キツネ118号さん、任に読んでよ。キツネ96号さん、新規とか古参とか関係ないんだよ。キツネ89号さん、荒れる前から見てたけど、確かにうぜえなって思ってた。キツネ48号さん、解放よりつまんないってこと。キツネ123号さん、昨日の14時の配信見られませんでした。何の発表だったの？キツネ9号さん、キツネ36号旅団。キツネ121号さん、解放行くわ。キツネ71号さん、新規だから定期が分かってないんだろ、KS。キツネ69号さん、36号さん。俺びっくりするんだけどさ、このタイミングじゃん。通常枠あのさ、昨日何があったんですかって初めて振られて、ここで定期やらないっていうのがよくない？もうこれ以上のタイミングはないんだよ。本来定期って、すいません、昨日見逃しました。何があったんですかって、ここだよ、定期係。ここでやらなきゃいけないのに、ここではやらないんだよ。この時のために定期係がいるんだよ。なぜここでやらないんだっていうね。見逃したんですけど何があったんですかって。そこはスルー会っていう。定期今なんだよ。今しかないっていうタイミングなんだ。定期よろしく。キツネ75号さん、珍しくリスナー攻撃を止めないワドル、そういうことだよ36、気づけよ。キツネ116号さん、もういないじゃん。キツネ101号さん36号、和道にもディスられてるわらわら。キツネ5号さん、ここだよ、定期係。キツネ89号さん、確かに、自分本位の勘違い BBA。キツネ71号さん、定期本日17時30分から昨日の配信をプレミア公開します。キツネ78号さん、また36号をディスる和道。キツネ120号さん、だから任にブレてんだよ。キツネ125号さん、昨日は映画撮影やめるって発表だよ。キツネ126号さん、定期いらねえよこんな放送。キツネ101号さん、だから完全に36号は嵐なんだよ。キツネ9号さん、36号は海保海に行きました。キツネ118号さん、定期係涙目闘争 www。 キツネ127号さん、定期打つのもリスクあんだなわら。キツネ36号さんは土監督氏にディスられてなんぼです。キツネ5号さん、それ何パン。キツネ34号さん、便になぜか違法へ。キツネ75号さん、珍しくリスナー攻撃を止めないワドル、そういうことだよ36、気づけよな。キツネ71号さん、36号への口劇はリスじゃねえよ。キツネ55号さん、パンじゃないよ、どれのあそこの抜け殻を干して固めたもの。キツネ36号さん、解放さんの予想には行ってませんよ。キツネ128号さん、キモ。
キツネ103号さん、定期でこんな荒れるってどんな枠だよ W。キツネ122号さん、そもそも過疎に定期いらないやろわら。キツネ124号さん、ちくわぶか。キツネ5号さん、定期、和戸さんが食べてるパンはトルティーヤです。キツネ25号さん、和戸さん、弟子の会合と B に抜かれています。キツネ5号さん、花火きたきた。5号起こしてるよ。キツネ96号さん、定期も100文字までだから大変なんだよ。キツネ122号さん、糖尿待ったなし。キツネ120号さん、それ、何パン？キツネ103号さん、W。5号半端ねえな。キツネ71号さん、わら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 。キツネ117号さん、嘘ばかりついてアイテム投げて損した、ガチアンチになりました。キツネ14号さん、わら。キツネ55号さん、キツネでも一人を叩くや、つらってほんと気持ち悪いな。自分が大勢から責められるの想像してみ、ほんと決めえ、いじめの構図だわな。キツネ115号さん、どうでもいい、定期、だなわら。キツネ96号さん、そのスタンスで行こう。キツネ9号さん、それ何、ファンですか？キツネ122号さん、笑い方 IRA とする。キツネ5号さん、受けた。キツネ78号さん、5号見習えよ36号わら。キツネ71号さん、5号見習えよ36号。キツネ26号さん、トルティーヤわらわらわら。キツネ118号さん、定期、クソカスカオスはロリコンです。キツネ129号さん、5号見習えよ36号。キツネ54号さん、我未知さんかっこいいですね。キツネ130号さん、シカゴンです。キツネ36号さん、キャスなんて決まった人しか定期してないですよ。キツネ86号さん、カオスロリコンなのか。キツネ39号さん、チリトマトヌードル食べながら見てます。キツネ131号さん、ことかのボディーガード誰だよ。キツネ117号さん、シマーズ、ダーカーミー2は、オーレーオーレーサーギーシー。キツネ71号さん、カオスのディスはつまんねえよ。キツネ89号さん、36号、お前はクビだ、他行け。キツネ120号さん、カオスのロリ怖いな。キツネ96号さん、定期ってツイッターとか貼るものじゃないの？キツネ129号さん、チンの先がかぶれています。キツネ78号さん、キャスって、ここはクソフワッチなんですけど、36号わら。キツネ9号さん、新しい定期募集中です。キツネ86号さん、基本ロリコンは怖いな。キツネ118号さん、定期、クソカスカオスはインポロリです。キツネ36号さん、新しい定期する人代わりにアマゾンギフトをくれる人だけでお願いします。キツネ86号さん、カオスはインポなのか。キツネ120号さん、36号なんだよ、それ。キツネ117号さん、シマーズ、ダーカーミー2は、オーレーオーレーサーギーシー、老人に金返せ。キツネ55号さん、ナウシカを歌舞伎でやるらしい。キツネ131号さん、余裕のある方はアイテムお願いします。キツネ78号さん、36に反応してやれよ、カズミチ。キツネ129号さん、定期、ボーナスが減りました。キツネ36号さん、延長代時々のアマゾンギフ、花火遅れる人定期になって、ね、ニンニの代わりに。キツネ71号さん、定期36号はニンニ、自分がアマゾンでプレゼントしたことをアピールしてます。キツネ12号さん、36はニンニ。キツネ48号さん、和道さんはワッフルを食べています。キ
人に減らってきたじゃねえかよ。お前らいい加減にしろよ。お前らほんと人これガチで減らってきたじゃねえかよ。また減らすの？コメント書いてくれるリスナー人にガチで減らってきちゃったじゃん。キツネ117号さん、かわいそう。ダーカーミー2はオーレレオーレレサーギーシー、被害者の老人はジーサーチしました。かわいそう。キツネ129号さん、大丈夫、気にしな、気にしたらダメだよ、うん、キツネ9号さん、みんな大好きなんだよ、ニンニのこと。36号はボーナスの査定に響きます。キツネ132号さん、初見見るからに最近流行りのホームレス配信者ですか、わら。キツネ36号さん、うん、大丈夫だよ。キツネ71号さん、ニンニネタだぞ、大丈夫だぞ。キツネ120号さん、お前のせいだろ。キツネ86号さん、ハラるようなことする。キツネ55号さん、甘いものしか食わねえなこの豚。キツネ36号さん、楽しんでるから今まで通りアマゾンギフ送りますよ。キツネ133号さん、手きたすぎ。キツネ131号さん、水どうなってるの、ミルク。キツネ12号さん、ニンニはモンちゃんにパジャマ送ったんだぞ。キツネ71号さん、ニンニネタありがとう。キツネ118号さん、定期36号は BBA 任に。キツネ131号さん、どれ否定の肯定されても疑問符。キツネ86号さん、人がヘラるのは見てて楽しいなわら。キツネ134号さん、そんなものばっかり食ってると体壊すぞ。キツネ67号さん、てか、和道がその気になったら、リスタ人を名誉毀損で訴えられないのか？その辺配信世界はどうなってんだ？キツネ129号さん、定期40号さん、訴えられるも何もさ、リンドバーグが大好きです。俺、トルティーヤとワッフル食ってるだけだぞ。和田さんが今何食べてるか聞くんだ。俺が書いたわけじゃねえからだ。なあ、俺、この30分間、トルティーヤとワッフル食って、パソコン見てるだけでなんで訴えられんだよ、俺が。俺の問題じゃねえわ、これ。カズミチバイトしてるんか？してないやろ？キツネ120号さん41号でもいいわ。キツネ12号さん41歳人妻人に。キツネ89号さん、なんで俺が訴えられるんだ。アドバイス聞けや。無能36号。キツネ86号さん41個かどうでもいい。キツネ136号さん、のんちゃんいる？南極探索船のダッチワイフ。キツネ136号さん、のんちゃんいる？キツネ136号さん、おいのんちゃん。キツネ55号さん、アスペだからコメントの意味理解してないな。キツネ25号さん、解放が部屋掃除は3円満ってリスナーに宣伝してるよ。キツネ136号さん、顔面狂気のんちゃんいる？キツネ131号さん、シナリオ書いて市川海老蔵ちゃん。キツネ136号さん、大井のんちゃん。キツネ86号さん、アホーン、ウフーン。キツネ9号さん、キツネ36号はパワハラで労災認定。キツネ67号さん、ワッフル食って訴えられたら美味しいじゃねえか、ふざけんな W。 キツネ55号さん、和道がアンチを訴えられないのかって意味だろ。キツネ136号さん、大井のんちゃん南極探索船のダッチワイフ。キツネ134号さん、ワド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 。キツネ137号さん、おばあちゃんから騙したお金返したの？キツネ86号さん、のりこのあそこにハブリーズ。キツネ129号さん、定期、旦那と喧嘩した後は、ワドさんではドニーします。キツネ117号さん、シマーズ、ダーカーミー2は、オーレレオーレレサーギーシー、被害者の老人が電車に飛び込み亡くなりました。キツネ136号さん、大井顔面狂気のんちゃん来いよ。キツネ118号さん、定期、のりこってなんであんなブスなの？キツネ136号さん、ドブスー来いよ。キツネ74号さん、顔面狂気の数軍曹。キツネ131号さん、ゴミ箱にたら犯罪です。キツネ136号さん、ドブスのんちゃん来いよ。キツネ86号さん、のりこのあそこはブルーチーズ。キツネ136号さん、大井顔面狂気来い。キツネ136号さん、大井のんちゃん来い。キツネ2号さん、解放って変わった人だね。キツネ85号さん、のんちゃんって人初めて見たけど昔の堀北に似てない？
狐131号さん、のりこスーパーの買い出しに行ったの？狐129号さん、定期、もんちゃんをいじめるな。狐136号さん、大井吉外顔面鏡機構の。あ、延長します。狐67号さん、ファブリーズ、勘弁してください。狐86号さん、のりこのあそこにハンバーガー。狐138号さん、目が寄りすぎて気持ち悪い。狐139号さん、ワドのせいで別れたんかわら。狐136号さん、養護学校のんちゃんはよ。狐140号さん、顔面センター。狐96号さん、解放ちゃん急に閲覧伸びたけどなんで？狐136号さん、病気のんちゃん来いよ。狐141号さん、島津さんに抱かれたいよね。狐25号さん、解放も調子込んで業者より高い金額で掃除するとか。狐142号さん、バーカーかっこいい。狐118号さん、定期、のりこのあそこは川魚の腐った匂い。狐136号さん、相変わらずより目 WWW 気も。狐120号さん、定期、のりこと別れたいと思った瞬間に、のんちゃん綺麗でしょと発します。キツネ96号さん、掃除3万は高いかな。キツネ143号さん、こんにちにゃー。キツネ86号さん、のりこのあそこにハブリーズ。キツネ144号さん、ワドリヨダン。キツネ117号さん、シマーズ、ダーカーミー通話、オーレーオーレーサーギーシー。被害者の老人は、電車に飛び込み亡くなりました。かわいそう。キツネ25号さん、師匠と、喧嘩したの？解放。キツネ136号さん、ドブスのんちゃん来いよ。キツネ9号さん、のんちゃんへのいじめが中学生並みになってきたわら。キツネ145号さん、ワドさんこの角度いいね。キツネ136号さん、金のために関係を続けるゴミはどう。キツネ131号さん、ファーウェイ問題は。キツネ146号さん、ツバクソにドゥールビオン、源氏名エミリとコメントしたら速攻ブロックされた。なんでやろ、なんでやろ、なんでやろ。キツネ139号さん、たまにイケメンに見えるからムカつく。キツネ141号さん、のりこに内緒で奇獣さんに抱かれたいよね。キツネ136号さん、聞いてる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 、わらわらわら。キツネ86号さん、のりこのあそこにハブリーズ。キツネ131号さん、のんちゃんから。キツネ136号さん、だんまり WWWWWW 聞いてる聞いてる、わらわらわら。キツネ142号さん、右顔の方は若いね、左は渋い感じ。キツネ136号さん、だんまりわら。キツネ143号さん、喧嘩なんかしてないよね、師匠。キツネ136号さん、酔ってるね、目が。キツネ147号さん、トム池が忘年会に呼びたいと言っていたけど行く、行かない。キツネ117号さん、シマーズ、ダーカーミー通話、オーレーオーレーサーギーシー。被害者の老人は電車に飛び込み亡くなりました。反省してるのかよ。キツネ148号さん、三つまたもかなりクズだな、金に汚いから気をつけろ。キツネ96号さん、ツバニヤに転ばされてるんだけどなんでやろ。キツネ74号さん、顔面狂気のコテツ。キツネ131号さん、ワードワールドどこにあるの。キツネ142号さん、オペ腫れてる。キツネ120号さん、148号それあるな。キツネ129号さん、暖かい春の光の中を野球少年が走っていくよ。清原モデルのバットショって立ちこぎで坂道登っていくよ。将来の夢はプロ野球選手。キツネ86号さん、のりこのあそこにハブリーズ。キツネ136号さん、やっと声発するも怒りに震えてる。 WWW 聞きすぎ、わらわらわら。キツネ144号さん、え、被害者陣だの。キツネ149号さん、仏教の影響とかあるよ。キツネ150号さん、早く解明しろや。キツネ25号さん、電車だけはやめてほしいわ、な、遅延たまったもんじゃないわ。キツネ86号さん、そのまん丸にハブリーズ、お前のまん丸にハブリーズ。キツネ129号さん、東京ドーム巨人のエース、今は補欠けどきっと上手くなる。牛乳飲んで体もでかくする、出れない試合も水汲み、声出し、はるかに日差しより強い眼差し。
キツネ131号さん、フォローだけして、放置はひどいよ。キツネ129号さん、理屈の前に気持ちが溢れ出るベンチにいても君は輝いてる。無理めな打球夢中で飛びつくピッチャーゴロでもヘッドスライディング。キツネ151号さん、お前は映画ネタで得た金返す必要がある。キツネ117号さん、シマーズダーカーミー2はオーレーオーレーサーギーシー、被害者の老人は電車に飛び込み亡くなりました。ノンフィクションです。キツネ152号さん、新やっちょ身分証明書ないけど、ふわち課金できるの。キツネ129号さん、ユニフォームは汚してきなさい。ママのドレスコードを守ってる。キツネ56号さん、映画終了。キツネ153号さん、お前エンターテイメントの才能ないんだから。キツネ131号さん、野球部の人多い感じ。キツネ149号さん、三つまたフォローはしない事案。キツネ154号さん、ワドツ。キツネ155号さん、枝豆にはもったいねえ。キツネ129号さん、どの面下げてどこへ向かうの。結果的には嘘つきじゃねえの。どの面下げてどこへ向かうの。誰もが気づけば大人になった。キツネ156号さん、映画作るの嘘なんでしょ。キツネ120号さん、聞いてない風。キツネ96号さん、うなちゃんまん生きててよかった。キツネ157号さん、犯罪を犯した人間がエンターテナーになるのは無理だって笑えない。キツネ25号さん、身分証とか確認面倒だよね。キツネ1号さん、当たるうるせえぞ。キツネ117号さん、シマーズダーカーミー2はオーレーオーレーサーギーシー、被害者の老人は電車に飛び込み亡くなりました。ノンフィクションです。キツネ89号さん、117号さんの米ってマジ。キツネ96号さん、キツネ15号さん、半分本当で半分嘘。キツネ157号さん、アタルちゃんは家族をちゃんと養っている、偉いよ。キツネ159号さん、どうやって来たのが三つ股って W 終わってんな。キツネ90号さん、エセ監督を信じたの。 W 実績もないエセ監督を信じたあんたらが悪いわら。キツネ146号さん、ツバクソにドゥールビオン、ゲンジナエミリ、盗みの疑いとコメントしたら速攻ブロックされた。なんでやろ、なんでやろ。キツネ154号さん、アキエウルセイ。キツネ156号さん、なんか喋れや、このゴミ野郎が。キツネ1号さん、当たるは顔がキモいから終わってる、子供もキモい。キツネ153号さん、顔うぜえのあ。キツネ157号さん、顔を叩くの。そこは違うでしょ、むしろ顔しか叩けないってお前が終わってる。キツネ157号さん、アタルちゃんは YouTube でも仕事でもちゃんと稼いでる。キツネ161号さん、おい、配信に迷子のより目の子羊ちゃんよう積んでるね、あはは。キツネ117号さん、シマーズダーカーミー2はオーレーオーレーサーギーシー、被害者の老人は電車に飛び込み亡くなりました。ノンフィクションです。追跡調査してみれよ、人間のクズ。キツネ90号さん、生きて機材を破壊しろ、 W エセ監督わら。キツネ75号さん、36定期よろしく。キツネ159号さん、昨日のやり方は致命的。キツネ157号さん、仕事しながらの副業で YouTube で稼いでるあたるちゃんはすごいよ。
キツネ162号さん、イケメン。キツネ163号さん、つよ。キツネ162号さん、花火投げたい。キツネ1号さん、当たる犯罪者や。キツネ129号さん、退職金もらった瞬間妻ドローン。キツネ144号さん、こっち見て音符。キツネ151号さん、そだな開き直ってやめとかありえねえ。キツネ141号さん、島津さんに抱かれたいよね。キツネ164号さん、イクメン。キツネ163号さん、すごい。キツネ165号さん、よっ満足振るごときのケーキどうだ。キツネ129号さん、うちの嫁後ろ姿はふなしい。キツネ157号さん、あたるちゃんは前科ありません。前科あるのはあなたが今いる配信者です。OK、だよ。キツネ166号さん、寒くない。キツネ167号さん、伊勢監督のくせに監督名乗ってうの痛いわあわらわらわら。キツネ136号さん、のんちゃんいる。キツネ90号さん、エセ花火をプレゼントしました。キツネ162号さん、じゃあ投げるね、俺男だけど良いかな。キツネ154号さん、どれがをまとめサイト待機中。キツネ129号さん、いい夫婦、今じゃどうでもいい夫婦。キツネ168号さん、リスナーさんが買ってくれた機材届いた。キツネ169号さん、ジャストミートカズミチワラ。キツネ167号さん、ミリリットル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 。キツネ162号さん、嵐はさすがにこっちもうざい。キツネ75号さん、167空気読めや。キツネ169号さん、うるさい。キツネ67号さん、和道の部屋ってどうなってるの？図にしてよ。キツネ136号さん、ジャストミート和道聞いてるわ。キツネ170号さん、あはは。キツネ171号さん、シコルゴ。キツネ96号さん、ノイローゼになりそう。キツネ172号さん、うざ。キツネ106号さん、うるさい36号ブロックしろ。キツネ136号さん、聞いてるわ和道。キツネ173号さん、この世から消えてくれ。キツネ90号さん、167号、この手の嵐アンチはつまらん。キツネ95号さん、読み上げ疲れてきてるよ。キツネ174号さん、読み上げが疲れてきてる。キツネ175号さん、初見。キツネ169号さん、ジャストミートはどつ。キツネ90号さん、もっと上手なアンチしろ。キツネ90号さん、エセ花火をプレゼントしました。キツネ176号さん、ミリリットル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 
ミリリットル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 ミリリキツネ178号さん、昨日はすみませんわら。キツネ86号さん、すべて36のせいわら。キツネ175号さん、これは何枠なの？体調悪いね。キツネ3号さん、弁当はブロックして。キツネ179号さん、わらわらわら。キツネ162号さん、もう一発いくか？もう一発来てよ。もう一発頼むよ。キツネ174号さん、ケーキいいね、ありがとう。キツネ152号さん、読み上げ162号さん、ありがとう。大丈夫？サンキュー。キツネ180号さん、ありがとう。今月は100万円はいきそうなの？キツネ95号さん、枠。キツネ162号さん、花火をプレゼントしました。ありがとうね。キツネ163号さん、すげえな。センチメートルミリリットル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 すごいね、お金持ちなの？大丈夫、無理しないでよ。センチメートルミリリットル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 センチメートル162号さん、ありがとうございます。来たこれ、すごいねこの人、ありがとうございます。ケーキいいな。iPhone 壊れるから弱ってきてる。 iPhone がキツネ162号さん、もう一発いくか。キツネ157号さん、すごいねこの人、もう10発。キツネ162号さん、ね、花火をプレゼントしました。キツネ90号さん、うわ、キツネ5号さん、おーおー、すげえ4発目連続で。54号さん、ありがとうございます。すごいねこの人、ありがとうございます。活動費にさせていただきます。すごい、ありがとうございます。さすが和田さん。キツネ157号さん、3発で終わり。キツネ175号さん、花火88,888。キツネ162号さん、俺イケメンには弱いんだよな。イケメンに弱い、157号さん、イケメンじゃないよ。キツネ136号さん、もう怖そうぜ。すごいねこの人、ね、いや太ったね。俺イケメンには弱い W。 体重6キロ7キロぐらい落とさないとね、背頃までに。 iPhone 爆破計画か。キツネ三松さんの回はね、今日の夕方にアップロードしますよ、あの動画を。またさんさん、ありがとう。ありがとうございます。キツネ90号さん、162号アンチを週3ラスチクショーわら。キツネ182号さん、うほえ。キツネ157号さん、もっとだよ。キツネ175号さん、すごい人がいるもんだね、痩せました。キツネ90号さん、餌花火をプレゼントしました。キツネ146号さん、ツバクソに破産してないでしょ。源氏名エミリ盗みの疑いとコメントしたら速攻ブロックされた。なんでやろ、なんでやろ。知らない。キツネ157号さん、162号もっと。
キツネ182号さん、ミマタとどうやって知り合ったの？ミマさん、ひょんなことから。キツネ90号さん、エセ花火をプレゼントしました。キツネ157号さん、段間塾に決まって生まれた。お金持ちの人いるんだね、世の中には。キツネ136号さん、より顔部門ではイケメンかな。キツネ182号さん、24階間で待ち合わせようぜ。162号タント、キツネ184号さん、久しぶりに来てやったぞ。ワドゥー、おい、来てくれてありがとう。キツネ185号さん、モンラブ破産したよ。キツネ157号さん、162号モッドだよ。キツネ157号さん、162号それで終わりかよ。キツネ36号さん、定期読み上げついてる時のコメントで遊ぶ読み上げ遊びは見てるリスナーさんの迷惑にもなるのでやめてください。キツネ154号さん、もう一発お願いします。キツネ179号さん、ありがとう。コラボ面白かった。あ、36号ナイステーキ、ナイステーキ。本当は女の配信者に投げたかったのに W、 俺何してんだろうな、わら。本当は女の配信者に投げたかったの。さっき天岐阜5万円送りました。やっぱ男に男だよ。エセファンタスティックをプレゼントしました。キツネ182号さん、水強な人よの。キツネ157号さん、162号少ない。キツネ157号さん、162号もっと投げろよ。イケメンに弱いんだろ。キツネ181号さん、モンラブは病気なんでしょ。キツネ12号さん、モンラブ破産はマジらしいね。え、マジなの？キツネ136号さん、36号のりこ、病気米おつ。キツネ146号さん、ツバクソの父はアフリカ民族のおばさん。キツネ136号さん、病気のんちゃん36号です。キツネ182号さん、ポイントまとめて買っちゃって、使い道ない人なんているのか。キツネ86号さん、モンラブ破産は草わらわらわら。キツネ185号さん、あちこち爆投げて、モンラブ破産病んでる。キツネ184号さん、ヒゲの生え方だけイケメンやな。キツネ136号さん、病気のんちゃん36号。キツネ182号さん、定期コメントが一番迷惑なんだけどな。キツネ106号さん、36号お前が一番迷惑やぞ。キツネ86号さん、モンラブ金ないのに投げすぎわら。キツネ181号さん、モンラブ遺産そこつい単価。キツネ162号さん、俺は女になってるのかわら。キツネ5号さん、その男と色恋しよう。キツネ187号さん、俺昼飯緑のタヌキ。キツネ136号さん、ハゲてきた。キツネ154号さん、のんちゃんいい子のんちゃんいい子。キツネ149号さん、俺のはどう取るなよ。キツネ179号さん、男と色恋わら。キツネ182号さん、のんって女にまともなのがいた試しがない。うるせえよ。キツネ146号さん、つばくそに、トゥールビオン、源氏なエミリ、盗みの疑い、とコメントしたら、速攻ブロックされた。なんでやろ、なんでやろ。キツネ86号さん、財産ふわっちにつぎ込むって、相当バカだのは。キツネ162号さん、和道は投げたど確認できるから、俺がイケメンだってわかるはずだわら。キツネ157号さん、俺がイケメン。キツネ157号さん、162号もっと投げろよ。キツネ185号さん、最後金借りても爆投げノンラブやばい。キツネ74号さん、三又さんとの配信楽しみに見ます。 YouTube にアップするから。キツネ188号さん、ワドツ生は未練買ったから YouTube プレミアム見ますよ。あ、ぜひぜひ YouTube プレミアムよろしくお願いします。キツネ182号さん、和道くんはもう少しゲイリスを開拓した方がいいな。キツネ86号さん、配信者もアイテム投げるやつのことどこかでバカだと思ってるんじゃ。キツネ136号さん、お前マゾ、いいえ、ワドです。キツネ181号さん、モンラブやばいな、わらわらわら。キツネ12号さん、モンラブ配信でお金むいって話してた。マジで？キツネ179号さん、米じわるわらわらわら。キツネ189号さん、そんなに大変なの？今フォローバするって言ったのにしなかったぞ。やっぱりお前と一緒で嘘つきだな。キツネ36号さん、定期昨日の三又氏とのふわっちはワド監督氏の YouTube に動画を上げます。再放送という感じになります。夕方17時30分頃です。三又氏登場は19時前後です。キツネ178号さん、
関係ないけど、大園吉って歌の配信者が和田さんの文句言ってましたよ。狐181号さん、モンラブお金ないから病院行けない言ってたな。狐162号さん、カズミチオレイケメンだよな。狐12号さん、マジだよ。狐157号さん、配信者からしたらリスナーが破産しようが関係ないで終わりだろ。狐189号さん、三つ又は嘘つき。狐106号さん、うるさい36号。狐190号さん、にまたは松ちゃんに店開く資金借りて遊びに使う KS だぞ。狐89号さん36号、無駄に荒れるからお前は消えろ、クビだ。狐162号さん、俺イケメンだよな。狐86号さん、配信者からすればリスナーはただの金づるだからな。狐154号さん、ワドのタイムプラスをヒントに動画を撮ったよ。後で LINE します。タイムラプスね。タイムラプス。狐185号さん、自業自得ノンラブ。後で LINE する。オッケーオッケー。待ってるよ。181号さん、ノンラブ過疎配信者に100万貸して返してもらえない言ってたな。マジで？狐86号さん、ノンラブザマー。狐162号さん、カズミチこっち見てイケメンだって言ってくれ。イケメンだよ。狐191号さん、ジャガイモ王子。狐157号さん、年寄りから数百万騙し取った。ついに俺ホモリスナーにホモリスナーに色恋始めたから。136号さん、今日もかっこいいよ。ノンラブってなんすか。狐32号さん、ノンラブ金貸しだろ。俺こっち行こうか。136号さん、136号、お前本当にいい顔してるな。狐5号さん、すげー。よっしゃ、新しい路線決まった。ガチホモ勢、ガチホモ勢を取り囲もう。狐179号さん、お前唇荒れてるだろ。狐154号さん、潤してやるよ。狐182号さん、うわから燃えるわ。狐162号、独占市場でしょ。独占市場でしょ。あざすって言って。狐5号さん、これは独占できるな。男同士だけど恋愛に性別なんて関係ないよな。あ、この路線がまだ残ってたんだ。マジか。新規開拓できたわ。新規開拓。うん、キツネ5号さん、また来た。あわら。キツネ86号さん、わらわらわら。キツネ185号さん、わら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 破産したよ。キツネ5号さん、成功だね。成功だな。キツネ162号さん、ボツタワ。キツネ187号さん、ブラジリアンワックスの動画結構いいもの見れるな。キツネ155号さん、ムクムクムク。キツネ182号さん、すごい鉱脈を発掘したな。 W すごいよね。キツネ192号さん、ボス監督。キツネ5号さん、ライバルはいない。ライバルいないよ。キツネ12号さん、男いける。キツネ157号さん、8発じゃ1日の生活費にもならない。まあ生活費にはならねえな。キツネ86号さん、ボディにも程があるくらい立ってる。キツネ145号さん、リップ塗りらなガッサガサやん。狐89号さん、ワドくんって今気づいたがセサミに似てるのね。狐179号さん、セサミストリートってやつ。小学生の頃言われたね。セサミストリートにお前出てたよって言われた。そういう人いそうだけどな、見たことないけど。狐162号さん、花火後に初でキリよくなるな。狐185号さん、ホモもオカマも破産。狐74号さん、ダダダダダン、ダダダダダン。キツネ36号さん、天城府県送ったよ。ライン見といて。嘘、ライン。オッケー、天城府了解。体感でオフすれば手っ取り早く集金できるかもよ。キツネ193号さん、花火いっぱいもらったじゃん。キツネ188。お前嘘つくなよ。今ノンラブから連絡来たわ。キツネ160。ノンラブから連絡来たわ。お前らなんでそうやって嘘つくの。キツネ146号さん、ノンラブ破産してねえわっつってるよ。なんでそんな嘘平気でつくの。今ノンラブから連絡来たわ。見てるわ。キツネ149号さん、24回館オフいいね。狐86号さん、ノンラブわら。
狐五号さん本人からツッコミ今 LINE 来たわ。おおマジか、 LINE 確認しました、ありがとう天城ファン、ありがとう。見たのに閲覧見打つの方が勝ってたよ。193号さん、佐野がまた花火60位もらってる、どうした。キツネ195号さん、どれがまたぐちぐち言ってたね。キツネ157号さん、いつまた花火もらえたの、わら。キツネ32号さん、ほんとだよな、底辺タレントでも普通沸かすよな。狐五号さん、定期モンラブは破産してませんでした。で定期いらないから五号個人情報だからそれ。狐187号さん、定期いらないよ。便所太郎の旅配信っていつも人気ないな。狐157号さん、芸能人が金ないからってふわっちに狂って終わってるな。狐89号さん www、狐34号さん、モンラブの個人情報定期やめて。あの寒さがいいんだよ。それ定期いらない。キツネ194号さん、モンラブはアイラから嫌われている、そういう個人情報やめて。便所に行ってくるわ。キツネ168号さん、リスナーさんが買ってくれた機材届いた。キツネ5号さん、ごめんなさいわら。キツネ169号さん、定期ジャストミートカズミチ。狐157号さん、坂口安里は一番人行ったのに三つ又は200人か。狐2号さん、卵味噌とかジャストミートとか。狐196号さん、黒髪いいね。狐162号さん、カメラなん。カメラ何？あ、アルファ7だね。キツネ136号さん、アイラに嫌われてるね、ノンラブ。キツネ194号さん、ドレさんが働けと言ってたよ。キツネ55号さん、芸能人が配信や動画の世界とんでもねえブーメランだろその通りだけど俺こんな、俺一番しっくりくるブーメランだわ。今の若い子にとってはキツネ2号さん、こんなブーメラン初めてだよ。自分はネットアイドルってほざいてたよ。バカだろあいつ、お前だよ。とんでもねえ特大ブーメランだな。すげえ笑うわ。キツネ197号さん、まだ若いんだから働けば。キツネ51号さん、映画順調ですか。順調だよ。キツネ2号さん、どれには言われたくないわな。どれには言われたくないね。すげえな、全然空気読めてないっつうか、全然分かってないんだね今の自分の現状あの人。すげえな。キツネ55号さん、ドレさんの枠の緊張感すごい、なんなのあのコメントのしにくさ。
キツネ101号さん、どれが古事記はやめろと言ってたぞ。キツネ198号さん、リスナーに買ってもらった機材届いたんですか。キツネ199号さん、ツルパゲ。キツネ145号さん、ニートがニートに働けと、はわらわらわら。キツネ194号さん、モンラルは花火投げるけど配信者に注文が多いと言ってた。キツネ51号さん、コメントのしにくさは和道の勝ちだろ。いや、ドレさんの方が上でしょ。さすがに、さすがにコメントのしづらさドレさんの方が上だと思うよ。俺もコメントできないもん。さすがにコメントしづらくてやめたもん、俺見るの。昔はヘビーでファンだったけど。どれって初めは賢い人かと思ってたけど、蓋を開けたらただのバカってことが分かった。いや、初め面白かったよね。なんであんなになっちゃったんだろう。なんか金梅さんの弟子だとか言い始めて、なんか師匠師匠とか言い始めてこびるようになっておかしくなったね。ブーメランのやり合い、こびてからね、見なくなった。なんか年下にああやってこびるの見て俺は微妙だったね。すげえかっこ悪いと思って。それあるよな。なんか全然金梅ファミリーでも全然よっさんファミリーでもないのに、なんか年下にすげえこび始めて、あーすげえすげえあれだな。すげえあれだよね。フルごときにも上下関係、上下関係が嫌だから俺はこの世界に入ったんだよ。てめえに何関係があんだよ。おバイドレ上下関係が嫌だから俺この世界に入ったんだよ。のみで人を切り捨てるから、最近は自分のことも切り捨てたくなってる。キツネ157号さん、どれの方が稼いでるだろ。キツネ2号さん、売れないやつがたまたま上がったことで調子に乗る。キツネ54号さん、配信の闇なんだ。それは和道さんにコメントもないのによく配信続くよって言ってましたね。キツネ203号さん、コメントないのに延々と独り言言えるのはある意味すごいと思うけど。病気だよ。キツネ71号さん、おい和道てめよ、古ごときやってんじゃねえよバカ野郎。キツネ101号さん、配信会にも上司とか部下あるだろ。ねえよねえよ。キツネ157号さん、三つ股より安城の方が閲覧は多かった。キツネ2号さん、WW わら。キツネ71号さん、配信で上司でわら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 。キツネ204号さん、モンラブ嫌い。キツネ61号さん、素人の配信をこの業界とかブランディングするのやめて。ブランディングしてないよ。キツネ179号さん、解放さんは弟子。キツネ157号さん、配信で師匠とかで知ってなんだよ。キツネ101号さん、クソ寒いよね。塾長フリーザ。キツネ194号さん、三つ股の閲覧450ミュー2700わら。キツネ86号さん、モンラブラ見てて嫌い。
キツネ71号さん、どれが自分のことを芸人呼びしてるのが気になります。キツネ154号さん、アンチコメはすべて嫉妬。いいんじゃない、なんか配信で俺は閲覧多いとかさ、俺はすげえとか言ってれば、俺も寒すぎると思ってるから、その文化。俺は閲覧100人あるとかずっと言ってりゃいいんだよ。そう思わない、みんな。くっそ寒くて、なんかリスナーが、うえうえ、すごいすごい、なんとかさんすごいってやってて、俺その文化クソ寒くてクソネットのダメなところだと思ってるから、もうやってろよバカがって思うもん。キツネ2号さん、リュウツーいるの、リュウツー出て行け。キツネ187号さん、どれは一応 NHK に出る、井の中の蛙だよ、本当に井の中の蛙。クソ寒いと思ってるから。俺配信は大好きだし、配信は好きなんだけど、配信者のそういうところ一番寒いと思ってるもん。そういえば昔行った三社祭りの悪そうな人たち、ハマジにうなちゃんマンを知ってたの？あ、うなちゃんマン知ってたのはマジだけど、それはマジだよ。105号さん、でも馬さん謝ってましたよ、その分私も叩かれましたけど。キツネ136号さん、よく似てるよ、お前とどれ。キツネ202号さん、閲覧500でも閲覧3000でも世間に出れば無名。キツネ136号さん、同じカテゴリーだよ、どれとお前。キツネ206号さん、お前が性の中の皮頭。キツネ207号さん、マクソは整形してニューハーフ顔になった。キツネ109号さん、閲覧がある度が言うのはかっこいいけどな、お前じゃダメ。キツネ208号さん、閲覧があるっていうのかっこいいんだ、大丈夫か、頭空いてんじゃないの。キツネ74号さん、どれの悪口言ってたらローキック浴びるぞ。ローキック浴びせたら警察行けばいいんだよ、豚箱にぶち込めばいいんだよ。キツネ209号さん、自丸志願者です、会話がしたいの、野々輪さんの兄貴さん、こんにちは。キツネ108号さん、井の中の蛙大海を知らず。キツネ55号さん、本当はどれ枠でいろいろごめしたいけど、それをさせない空気がある。キツネ2号さん、どれって雅と戦ってから次の試合をしなくなったね、ずるいわ。キツネ206号さん、お前の頭はハゲだろ。キツネ101号さん、どれ怒らすと怖いよ。キツネ86号さん、空は誰よりも知ってる、帰る。キツネ202号さん、明日の忘年会はふわっちのよっさん枠ですか。わかんない、枠はつけていいよって言われたけどね。どうしようかね。キツネ101号さん、和道さんは明日配信するの？してほしければ。キツネ210号さん、マクソは整形しない方が良かった。キツネ86号さん、マクソは整形失敗だよな。興味がない。キツネ136号さん、奴隷と友達だったんちゃうの、お前慣れ合ってたのに。キツネ86号さん、マジブスになったバクソ。キツネ194号さん、モンラブは花火投げる投資名をつけさせるから嫌い。キツネ206号さん、税金払えよハゲ。キツネ209号さん、木の元なんかに舐められんなよ。キツネ134号さん、どれとか酒飲めねえのに忘年会行ってどうすんだわらわらわら。キツネ211号さん、お前いつ映画撮るの。キツネ136号さん、道歩くなよ、税金納めてないんだから。キツネ86号さん、メンヘラのラブ。キツネ206号さん、納税の義務を果たせハゲ。キツネ2号さん、明日の忘年会でもどれは置物 WW わら。キツネ212号さん、こんにちは、黒髪も素敵。キツネ86号さん、税金は払わないと。
キツネ109号さん、消費税しか払っていないハゲ。キツネ207号さん、モンラブが爆走、調子に乗らせた。キツネ154号さん、54歳になって、年下の忘年会恥ずかしくないのかなわら。キツネ86号さん、モンラブが爆走を壊した。キツネ212号さん、デートしてください。キツネ136号さん、ただの雑談タヌキやん。お前の枠 WWW 置き去りのハゲ。キツネ162号さん、おでこの形がエロい。エロい。キツネ86号さん、モンラブは重罪。キツネ136号さん、聞いてるわ、カズミチわらわらわら。キツネ82号さん、ノリコおるの？キツネ194号さん、いろんな人に少しずつ投げてる。モンラブは、決してワドさんを応援していない。キツネ136号さん、ノリコはいいよ、匂い。キツネ154号さん、モンラブちゃん気にしなくていいよ。モンラブ気にしないよ。キツネ162号さん、カズミチのキツネ枠エグいな。キツネ82号さん、ノリコのおまんこ舐めたい。ノリコのおまん舐めないでくださいよ。キツネ213号さん、過疎のゴミ配信者ってハゲが多いって聞いたけど本当ですか？キツネ210号さん、爆走整形して笑った顔がヤバすぎ。キツネ55号さん、俺は頭も良くて背も高くて喧嘩も強栄をだよおおばい55歳。キツネ86号さん、モンラブは配信者と俺はよ、なあ、背も高くてよルサンチマンかこの野郎、おい。82号さん、ノリコラブ。キツネ136号さん、モンラブとプリキュアのコスで FC2 で稼いだら。キツネ2号さん、WW わら。キツネ154号さん、わら。キツネ86号さん、55歳の55号。引き当ててめえこの野郎、引き当てだろお前この野郎。キツネ215号さん、恥ずかしいわらわらわら。キツネ213号さん、バクソは性格直すのが先って聞いたけど。キツネ216号さん、なんでキャスト同時配信しないの。キツネ2号さん、受ける。キツネ190号さん、あの人1日なんかいるサンチマンと引き当てって言うんだろね W。キツネ55号さん、引き当てさん、引き当てさん、ほんと風評被害受けすぎだよね。まあノンラブはないわ。キツネ154号さん、ピカチュウの妄想食堂。キツネ187号さん、ヘビーリスナーだな W。キツネ153号さん、は、なんも思んないぞ。キツネ206号さん、黙ってろハゲ。キツネ136号さん、定期、手のないゴミ配信者の末路。キツネ217号さん、キツネ154号さん、思わて英雄とるわ。キツネ213号さん、公園で空き缶拾ってるおっさんに似てる。キツネ210号さん、バクソは花火ノルマ配信しかしない。キツネ55号さん、どれはアンチコメ全部便所リスヌーって思ってて笑った。コンプレックスが半端ないよね、便所さんへの。キツネ2号さん、あの年でクマを抱っこわら。キツネ162号さん、カズミチパソコン何使ってんの？パソコンレッツとマック。MacBook Air とレッツ。キツネ190号さん、見てる人はわかる。ドレゴロク、ルサンチマン、引き当て、パラダイムシフト。映画やめたのにまだ監督かよ。キツネ55号さん、ドレは切れてる時が一番面白い。バラタイムシフト。キツネ207号さん、バクソは双子捨てバラタイムシフト。キツネ210号さん、アドラー。いや今のはいいな、パラダイムよく見てるよな。キツネ215号さん、本当の笑い。キツネ206号さん、笑うなだけ。パラダイムシフトだ。カタカナ英語好きだよね、あの人。キツネ221号さん、気持ち悪い笑い方。キツネ5号さん、それが外しげに似てるって米を無視する。
ネ74号さん、ダラスダンダンダラスダンダンダン。あとなんだっけな。122号さん、今日は行くの？コンディション OK？ あとなんだっけな。いろいろあるんだよ。整形失敗して顎が腫れる配信者ってバクソのこと？単純接触の法則、単純接触の法則だっけな。キツネ194号さん、モンラブはもう誰にも投げないと言ってたよ、遺産がなくなった。あとアドラーの心理学ね。キツネ55号さん、ドレさん考察するのはいいんだけど決めつけや妄想が多い。キツネ85号さん、アドラーの心理学一回も読んだことないのに。キツネ218号さん、いつまで監督名乗ってんだよ、恥ずかしくないのか。いや面白い。常に123号さん、配信会に国税動いて逃げられなくなった件はどう思う？キツネ215号さん、モンラブって若いんだね、配信見てたけど。キツネ224号さん、モンラブに間違えたキャメラ買ってもらったの？キツネ220号さん、認知的不協和は？あ、認知的今日はね。122号さん、ワドウさん、メガネないと男前だよね。メガネない方がいいかな。123号さん、おっさん顔になった爆走、嘘でも可愛いとは言えないらしいね。常に124号さん、モンラブババアだよ、枠見たら50過ぎだった。50過ぎじゃねえだろ、いくらなんだ。キツネに115号さん、AAA50 名の。キツネ224号さん、超老けてた。キツネ194号さん、50万円分買ってくれたのはノンラブなの？キツネ179号さん、40位に見えたけど。キツネ153号さん、お前何の障害あるんだって？キツネ215号さん、せめて30位じゃないの？キツネ2号さん、54歳で配信者ってお長老。キツネ207号さん、バクソはリスナーを金としか見てない。キツネ224号さん、20万だよ。キツネ55号さん、どれに限らず配信者の言うことは話半分くらいで聞いといた方がいい。すぐ信じてこの人物知りだって思っちゃうリスナーいる。まあリテラシーの問題はネット全般の問題だよな、リテラシーに関しては。常に126号さん、和田さんこんにちは。こんにちは。常に120号さん、でもどれさん悪い人ではないよね。いや悪い人でしょ。どう考えても悪い人でしょ。キツネ227号さん、55歳です。きっぱり。キツネ220号さん、どこが嫌い？キツネ213号さん、別に嫌いじゃないよ。クリスマスにバクソはリスナーから集金してドイツ行くって聞いたけど。キツネ2号さん、どれってものを知った風に話すけど、質問に対してはなぜかいつも切れる。質問に切れるのはダメだよな。キツネ148号さん、怒鳴らないどれみたいな配信者現れないかな。キツネ194号さん、最近ノンラブから花火もらった。キツネ74号さん、瞬発力の和道、持続力のない和道。キツネ223号さん、
今年確定申告しないと所得隠しで追徴課税、しかも今回の登録で遡られる、しかも30万は累計らしいからがどう早ばいな。キツネ228号さん、米もなくあんだけ喋れるのはすごいうだけね。キツネ227号さん、答えると本当は知らないのがバレるでしよ。キツネ224号さん、和道はなんだかんだしいよ。キツネ207号さん、バクソはリスナーさんはファミリーって洗脳してる。キツネ162号さん、俺 iMac で写真編集してる。こんな俺だけどどうですか？キツネ229号さん、写真何で編集してるかじゃなくて、どんな写真を撮ってるかでしょ。どうしたらいいですか？道具なんだから。キツネ230号さん、はよ和道監督の監督外せよ。キツネ213号さん、バクソは税金払ってますか？キツネ215号さん、ももえりもファミリーって言ってるよ。キツネ228号さん、バクソに金落とすやつがいるのが信じられない。どういう感覚してんだろ。キツネ224号さん、アグリンってソープなんだよな今でも。キツネ215号さん、ファミリーだと使用権入りづらい。キツネ229号さん、桃襟が人気なのは本当にわからない。何がいいの？キツネ194号さん、クワッチ、今回の登録で5年前に遡って脱税がバレると県が言ってたよ。え、何？5年前に遡って、ああ、まあ5年間遡れるからね。キツネ210号さん、ぐち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 悪口しか言わないバクソを応援するリスナーがいるのが不思議。キツネ213号さん、バクソは朝日菜とは閲覧数が違うねよ。ゴミと一緒しないでって言ってたけど本当？キツネ222号さん、ここのコメ欄タヌキみたいになってるわら。キツネ224号さん、アグリンのソープ終わってるってワド言ってたよな。キツネ215号さん、剣もどうかと思われますがわらわら。キツネ232号さん、このエリと金映えの人気理由がわからないよ。キツネ233号さん、アカウントと本名ひも付けされんのか、消えるやついるだろうね。207号さん、バクソはサプリのストーカー。バクソが渋谷に潜伏してサプリ闇ました。キツネ224号さん、解放みたいにアグリンも弟子にしてやれよ。キツネ223号さん、ミサママは毎月何十万何百万稼いでいるのに未申告、しかも旦那の扶養で年金保険も詐称、子供の学費も所得隠しで免除、しかも風俗やってる。キツネ208号さん、お昼食べた？お昼パン食べた。キツネ148号さん、受け売りのオンパレード、バトラッシュをどうにかしろ。なんで俺がどうにかすんだよ。常に113号さん、バクソって一人スナー怒らせて海に沈められなきゃいいけど。キツネ215号さん、未申告の人たくさんいるよ。おお。キツネ229号さん、匿名コメントってどこまでが本当でどこまでが嘘なの。全部嘘。キツネ74号さん、ネットの情報をまともに受けたらネット向いてないと思うよ。ネットの情報を真に受けたらダメ。そもそももらった分の税金払えばいいだけだよな。やましいことするやつが悪い。そうそうそう。キツネ9号さん、定期お昼ご飯はトルティーヤです。キツネ235号さん、誰定期？おいゴミ当て、いるんだろ、出てきいよ。
キツネ71号さん、うん、トルティーヤって書いたの。カズミチはグルにトルティーヤとワッフルを食べました。キツネ224号さん、バトラッシュがとうとうレーシック進め始めたよ。キツネ234号さん、映画レーシックはね、紹介金結構高いからね。号さん、捨て頃出るの。キツネ237号さん、足しやぎって捨て頃出るよ。ニコのアカウント使って配信したりしてたけどルール違反だよね。何個もアカウント持ってアカウントは3つまでって決まってる。ふわっちはアカウント3つまで。キツネ223号さん、ミサママは自分で配信してたぞ。キツネ235号さん、ゴミ当て訴えてもいいんだぞ。キツネ236号さん、誰と戦うか決まってるんですか。まだ決まってないですね。まだ決まってないです。見てる人はわかる。ドレゴロク、ルサンチマン、引き当て、パラダイムシフト、原価償却資産。原価償却資産。お前の対戦相手たつひこらしいぞ。キツネ238号さん、三又さんは知ってる人なの。キツネ127号さん、三又さん知ってる人。どれ好きだよ。 WWW 見すぎだろ。キツネ234号さん、どれ潰してくれ。キツネ215号さん、アカウント32個あるけどいいよね。キツネ229号さん、クリショーで稼いでる生主潰したい。キツネ239号さん、こんにちは。キツネ240号さん、昨日は三又お疲れです。今度くれです。キツネ224号さん、バトラッシュ何十人も進めたって自慢してた。ベーシック難民知らないのかよあいつ。キツネ241号さん、来年は和道の時代になる気がするから頑張って生きて。いやーそんなことないよ。236号さん、どれも高飛車キャラ変わったような。キツネ213号さん、ランハゲが捨て頃出たら俺が一番強いって自慢してたけど強い人なの。キツネ55号さん、ランハゲさん強いんじゃないの。師匠町山さん、キツネ91号さん、おいゴミ当てこそこそとよ。キツネ242号さん、イエダさん結構強いね。キツネ235号さん、金梅さんとランハゲさん2人ね瞬殺したかんね。キツネ154号さん、便所くんやろうよ和道くんやろうよってどれ言ってたな。キツネ243号さん、何でも中途半端人間ボキチングもインチキシルバーも全部中途半端。キツネ229号さん、ベーシック進めるとか悪魔だな。キツネ236号さん、路上ならユイが。へえ、バツさんのランボルギーニかっこいいんだ。どれいつまでアンフォンブックスの話引きずるん。キツネ244号さん、どれ元 FBI 捜査官だったって本当。本当だよ。キツネ224号さん、そんなことないよがやけに爽やかな笑顔したな。キツネ228号さん、どれが嵐にはお前がバカでブサイクでモテないルサンチマンを俺にぶつけても何にもならない。キツネ238号さん、和道さん三つまたと組めばすごい。キツネ207号さん、バクソはいろんな配信者にアイテム投げてコビ売ります。キツネ242号さん、バルパルは。キツネ183号さん、1000万も請求されてんの。バトラッシュが持ってるランベルギーかっこよかった。キツネ183号さん、ランボルギーニがわら。キツネ54号さん、戦わせればサメ島が最強だと思うんですけどどうですか。キツネ213号さん、ランハゲは小学生相手に泣いて謝ってたって聞いたけど本当。キツネ55号さん、ジャポニ自由とばりに買いとけよ。おおお。キツネ215号さん、ただの他配信者の愚痴枠わら。キツネ127号さん、本当なわけねえ。キツネ233号さん、バトさんの被害者が暴走とかやるんだろうな、もう見えてる。キツネ245号さん、かっこいいやらせて。キツネ194号さん、便所は式から1000万請求の裁判を起こされて捨て頃どころではないらしいよ。キツネ228号さん、 FBI のわけねえだろ。キツネ55号さん、タヌキはクワロータ。キツネ243号さん、お前がヒカルに瞬殺された。キツネ224号さん、ベーシックでいろんな人の目をつぶして手に入れたランボルギーニ。キツネ227号さん、お前が聞いてくだらない嫌がらせをやめるまでだよバイマルグ。キツネ74号さん、金梅はどれのローキック浴びたらひっくり返るだろうな。キツネ148号さん、バトのランボルギーニの内装は国産普通車以下。
キツネ55号さん、ドレさん全裸になって FBI に撃たれそうになったって本当？キツネ221号さん、乱暴流儀に。キツネ235号さん、和道は若いんだからコンビニででも働けよ。俺は55歳だからいいんだよ。キツネ127号さん、それにしてもドレ枠見てるやつ多いなわら。キツネ146号さん、つばく俺は働かないために一生懸命配信やってるんだよとコメントしたら速攻ブロックされた。労働をしないために頑張って頑張って毎日配信と3年間向き合ってきたんだよ。127号さん、元 FBI 心理捜査官だよ元。キツネ242号さん、わら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 。キツネ190号さん、ジャポニッカ自由とばり買ってきて、それに書いとけ夜産地漫画、iPhone X じゃなくて iPhone X なんだよ。キツネ228号さん、FBI のわけない W 不可視でしょ。キツネ207号さん、バクソも元リスナーから裁判を起こされてます。キツネ154号さん、ランボルギーニ乗ったことないやつがランボルギーニを語るわら。キツネ215号さん、みことしってかっこいい。キツネ246号さん、おまんこ。キツネ242号さん、わら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 。キツネ228号さん、配信が労働になるというパラドックス。いや、労働っていう概念なくなるよ、この100年ぐらいで。労働っていう概念はなくなる。お願いってリスナーに送ってるみたいだけど本当？キツネ55号さんは、あはは。キツネ247号さん、でも配信も仕事みたいなもんだよね。キツネ229号さん、まあ仕事とは何なのかっていうパラダイムシフトなんだよ。配信業名乗ってるやつをどう思いますか？パラダイムシフト。キツネ227号さん、はい、215みことし本人決定。キツネ127号さん、和道お前の生き方何も問題ない、しっかり稼げ。キツネ210号さん、バクソは昨日金馬への閲覧バカにしていました。キツネ6号さん、ワドさん好き。キツネ242号さん、わら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 。じゃあみんなお疲れ。今日の夕方5時に昨日の三松さんの再放送、三松又蔵さんの放送を YouTube にアップしますんで、よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様です。ありがとうございました。クリトリス、マンコにチンコ挟むにだ。クリトリス、クリトリスマンコ白菜。クリトリス、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 お、マンコ、クリクリクリトリス、リツ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 、クリトリス、おマンコ白菜。カズノコ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 。キツネ213号さん、バクソって人はアルツハイマーなんですか？キツネ55号さん、パラダイムチェンジとも言うらしいよ。キツネ246号さん、クリトリス、マンコにチンコ挟むにだ。クリトリス、クリトリスマンコ白菜。クリトリス、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 お、マンコ、クリクリクリトリス、リツ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 、クリトリス、おマンコ白菜。カズノコ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 。キツネ249号さん、何してるんですか？キツネ246号さん、クリトリス、マンコにチンコ挟むにだ。クリトリス、クリトリスマンコ白菜。クリトリス、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 お、マンコ、クリクリクリトリス、リツ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 、クリトリス、おマンコ白菜。カズノコ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 。キツネ246号さん、クリトリス、マンコにチンコ挟むにだ。クリトリス、クリトリスマンコ白菜。クリトリス、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 お、マンコ、クリクリクリトリス、リツ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 、クリトリス、おマンコ白菜。カズノコ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 。キツネ242号さん、わら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 。キツネ224号さん、君の友人のアイラ君はどうした？通話してみろ。キツネ248号さん、今来てすぐ終わったわ。キツネ215号さん、本人というか